R1Z とは1990年にヤマハ発動機が発売したニストロークエンジンを搭載するネイキッド型オートバイである。名前の由来はヤマハニストローク車の名車 RZ250 と国道1号の名を掛け合わせたものである。本来は RZ-1 と名乗るべきだったのだろうが、日産自動車にサニー RZ-1 が商標登録されていたため、 R1Z となったという説がある。R1Z という読み方は当時のカタログにも掲載されていた。ライバル機種は2ストローク2気筒 250cc、ロードスポーツや4ストローク4気筒 400cc、ロードスポーツ。R1Z は NSR250R、NS RGV250 ガンマなどのレーサーレプリカとは明らかに異なる味付けがなされている。 当時の2サイクルロードスポーツ車は、レーサーレプリカタイプが主流で、高出力を追求したメッキシリンダー採用の V 型エンジンを、軽量光合成なアルミ合金製のフレームに、搭載した車種がほとんどであった。対して、R1Z は TZR250 と共通の鉄スリーブのパラレルツインエンジンをリセッティングし、フレームも、スイングアームもスチール製のトラス構造である。初代、 TZR250 と同型のエンジンを搭載するが、細部には変更が加えられている。2気筒分のサイレンサーが右側に設置されているなどの個性的なスタイルに加え、ヤマハ電灯の2ストロークパラレルスインエンジンが生み出す、絶対的な速さよりもライディングプレジャーを全面に押し出した、加速特性が先鋭化しすぎた、当時のレーサーレプリカをためらうユーザーを引きつけた。 1990年代に環境問題で2ストロークエンジンを搭載したモデルが次々に生産中止となる中、R1Z はマイナーチェンジを経て生産が続けられ、日本のバイクメーカーが2ストローク 250cc バイクの生産販売を一斉に取りやめる1999年まで新車販売されていた。マイナーチェンジの内容は馬力規制に伴った CDI の変更。 ハザードランプスイッチの追加、フレーム補強、ラジアルタイヤの採用、サスペンションの改良、シート形状の改良、ステップの振動対策のためのウエイト追加などが挙げられる。ちなみにセルスターターは装備されなかった。構成部品は FZR など他車種との部品共有が多く、RZ のように全ての部品が専用設計であったわけではない。エンジンは TZR 初期型と同型ではあるが、キャブレター後径を 28mm26mm、mm、へ、サイズダウン、点火時期の変更、ミッションギアレシオや二次減速比を低速に設定したことなどにより、街中での扱いやすさが考慮されている。2ストロークパラレルスインの、ヤマハ R シリーズは R1 から始まり、R2、R3、RX、RD、RZ と続き、 R1Z で終わった。R1Z は2度のモデルチェンジを経たため、俗に言う3つの形式が存在する。フレーム番号で分類できる。ありがとうございます。